イギリス出身のコントラルト歌手、サンダーランドの生まれ。2歳の時にオールダムに移住し、ヒューム女子、グラマースクールで、ウィリアム・ウォルトンのアニノエルにピアノを学んだ。また地元のイポール協会聖歌隊に入って、歌に興味を持つようになった。1940年に、マンチェスター王立音楽大学で、ピアノ専攻で入学したが、LG サーストンに声楽を指示して、 歌手の道に進むようになった。1944年に大学を卒業後は、第二次世界大戦が終結するまで、ストックポートのグラマースクールの教師を務めた。1945年に、ジョン・バルビローリの指揮するハレ管弦楽団と、エドワード・エルガーの海の絵を歌って、プロフェッショナルの歌手として活動するようになり、その年の12月には、ロンドン・ディーリアス祭りで、 トマス・ビーチャムとも共演した。1947年に結婚し、1948年に育児のため音楽活動から遠ざかったが、1950年にグラインドボーン音楽祭でのリヒャルト・シュトラウスのナクソス島のアリアドネ、シェルトナムフェスティバルでのベンジャミン・ブルテンのアルバート・ヘリングのそれぞれに出演して復帰を果たした。 その後も、ギルバートサリバンのオペレッタの録音に参加したり、コベントガーデン王立劇場で、リハルト・バーグナーの楽劇上演に参加したりして、名声を高め、1960年から1964年まで、母校マンチェスター王立音楽院で教鞭を取った。1973年に演奏活動から身を引き、ロンドン王立音楽院の教授となったが、 1990年に退官して引退したロンドンにて死去。ありがとうございます。